シンプロントンネル。シンプロントンネルは、アルプス山脈を貫いて、スイスのブリークとイタリアのドモドス空ラを結ぶ鉄道、トンネルである。ただし、比較的直線的な経路のためにの直下を通ってはいない。ほぼ20年違う時期に建設された2本の単線トンネルで構成されている。1982年に大清水トンネルが開通するまでの76年間。 世界最長の鉄道トンネルであった。シンプロントンネルの最初の断線トンネルには1898年に着工された。イタリア王ビットリオイマヌエーレ3世とスイス連邦大統領により1906年5月10日にブリークにおいてトンネルが開けした。建設を行ったのはヘルマン・ヘウストラーでトンネルは19803メートルの長さであった。 二本目のトンネルは1912年に着工され、1921年に開通した。こちらの全長は19824メートルである。スイスで最初の鉄道が開通して間もなく、スイスの各地方はそれぞれアルプス山脈を通して、イタリアと南北に結ぶ異なる路線を求めるようになった。スイス東部では川を通る路線を支持し、 スイス中央部やチューリッヒはコッタルド峠を通る路線を支持し、スイス西部はシンプロン峠を通る路線を支持していた。1871年にアルプス山脈を貫通する最初の鉄道路線が完成した。イタリアとフランスを結ぶフレジュス鉄道トンネルである。1878年7月1日にシンプロン鉄道会社と合併してとなった。 西部スイスシンプロン会社のフランス人投資家はトンネルに対する出資を1886年にした。会社は31の提案を検討し、グリスとゴンドを結ぶ完全にスイス領内となるトンネルの建設を含む提案を選択した。ゴンドからは勾配路線によりリベドロの谷を下って、ドモドスソライとイタリ計画であった。 しかし1889年7月に開かれたスイスとイタリアの会議において両国の領土を結んでほぼ2 0トルにも及ぶトンネルを建設することが合意された。トンネルの建設資金を確保するため西部スイスシンプロン会社はと合併してが発足した。スイス政府が参加したことによりシンプロントンネルを通じてブリークからドモドスソラまでのジュラシンプロン鉄道の 建設と運行に関するイタリアとの条約が1895年11月25日に締結された。トンネルの経路は軍事的な検討から決定され、両国の国境はトンネルの中間付近に来るように設定され、戦時にはどちらの国もトンネルを閉鎖できるようにされた。1903年5月1日、ジュラシンプロン鉄道は国有化され、スイス連邦鉄道。 スイス国鉄の一部となり、スイス国鉄がトンネルを完成させた。トンネルの建設は、およびが率いるハンブルクの建設会社、ブラントウントブランダウによって行われた。建設現場では平均すると1日3000人の労働者が働いていた。多くはイタリア人の労働者で、とてもひどい労働条件に苦しめられていた。67人が事故で亡くなり、 他にも多くが病気で亡くなっている。建設中には何度かストライキが発生し、時計団やスイス軍が介入することになった。トンネルの土かぶりは2135メートルにも上り、温度は摂氏42度に達すると予想されたことから、新しい工法が開発された。単線の本校の他に17メートル離れた位置に並行してトンネルが掘られ、 200メートル沖きに本港と連絡路で結ばれており、そこからパイプで本港の労働者のところに新鮮な空気が供給されるようになっていた。いずれ必要になれば、この平行トンネルは2本目の本港に拡張するように構想されていた。トンネル内での列車交換を可能にするため、トンネル中間に500メートルの長さの平行トンネルが掘られ、列車交換のための信号場として運用された。 最初の新プロントンネル、全長19,803メートルは、両側の高校付近にわずかに短い曲線があるものの、ほとんど直線で建設された。1905年2月24日、両側から建設が進められてきたトンネルが貫通した。トンネルのずれは水平方向に202ミリメートル、垂直方向に87ミリメートルであった。 水が流れ込んだりストライキが発生したりといった問題から建設には5年半の予定が遅れて7年半を要した。トンネルを通じた列車の運行は1906年5月19日に開始された。その長さのために当初から蒸気機関車ではなく電気による運転が行われた。電気運転を行うという公式な決定は トンネルの開通するわずか半年前に発足したばかりであったスイス国鉄によって下された。電化の作業はブラウン・ボベリに発注された。同社は1904年に当時イタリアで導入されつつあった3小交流で 3400V15.8Hz の電力を2本の架線とレールを第3の導体として利用する仕組みで供給するという。 電化方式の採用を決めた。ブラウン・ボベリは、電気機関車を所有しておらず、当初はイタリアにおいて、1901年から1902年にかけてこの方式で電化されたコーリコ・キアベンナ、ティラーの間の路線を所有していたアルタ・バルテリーナ、鉄道の RA361 から363号機関車3両を、その親会社、レーテ・アドリア・ティカ鉄道から購入した。 これらの3両の機関車が1908年までの間、トンネルを通過するすべての列車の牽引を行った。1930年3月2日に、シンプロントンネルは、炭素交流 15KV16.7Hz 方式に転換された。1912年から1921年にかけて、 第2シンプロントンネルとしても知られる全長19,823メートルの2本目のトンネルが掘削された。1922年1月7日に北側の入り口からトンネル中間にある500メートル町の対比線までの区間が開通し、続いて10月16日に南側の入り口からこの対比線までの区間が開通した。第二次世界大戦中には、 国境のどちら側においてもトンネルの爆破に備えた準備が行われた。イタリアでは1945年に撤退するドイツ軍がトンネルを爆破する計画をしていたが、スイス側の担当者2人とオーストリアの脱走兵の支援を受けたイタリアのパルチザンがこれを阻止した。ブリークとイゼッテ・ディトラスクエーラの間ではシンプロン峠を経由して車を運転する代わりとして、 自動車輸送のシャトル列車カートレインが所要20分で運転されている。この運行は1959年12月1日に開始された。1970年代から1980年代にかけてシンプロン峠を越える道路は着実に改良されてきたため、このシャトル列車の運行本数は削減され、1993年1月3日に廃止となった。 それからほぼ12年後の2004年12月12日に運行が再開され90分おきに運転している。1990年代初頭、レッチュベルクトンネルとシンプロントンネルを通ってアルプス山脈を横断するピギーバック輸送のシステムを導入するプロジェクトが開始された。こうした輸送はシンプロントンネルの既存の断面大きさでも可能であったが、 その輸送能力は厳しく制限を受けることになった。4メートルの高さを持つ通常のトラックを輸送するにはトンネルの高さが低すぎたのである。このため線路を低くすることでトンネルの許容高さが改良された。このトンネルの線路掘り下げ工事は1995年に開始されて8年かかった。同時にトンネルの長部が改修され排水トンネルは作り直された。 空圧削岩器により20万立方メートルの岩石が除去された。これに加えて必要とされる許容高さ4.9メートルを達成するために通常の各空電車線方式で用いられている河川から交代河川への更新が行われた。1980年代以末に全長1キロメートルの交代河川で時速160キロメートル運転をする実験が行われた。 この実験の前は、高台化線区間ではスイスにおいて、時速 110km、国際列車では、時速 80km に制限されていた。この回収期間中、列車の運行には、制限が行われていた。レッチベルク、シンプロンルートの輸送能力を強化するため、北側では、ベルンからローザンヌ、南側では、ノバーラからミラノなどの範囲で、アクセスルートに、 様々な改良が行われた。最大規模の改良工事は、バーゼルベルン間の路線からレッチュベルクトンネルを経由する北側のアクセスルートに対して行われた。1976年から2007年までの間に3つの大きな改良が行われた。第一話とブリークの間に残されていた単線区間が複線化された。さらに、 トンネル断面をピギーバック輸送に合わせて改良したが、場合によっては限界拡大は伏線のうちの一方のみに止められた。最後に2007年にレッジュベルクベーストンネルが開通した。ただし、建設費用を抑えるためにこのトンネルの一部は単線のままである。イタリア側でもピギーバック輸送に合わせて限界の拡大が行われた。こちらでも経済的な理由で、 しばしば伏線のうち一方の路線のみが、ピギーバック輸送対応とされた。ドモドス空の南側では、を経由してノバーラまでの単線が電化され近代化された。現代の通貨交通にとってはそれほど重要では、なくなったパリやローザンヌから、シンプロントンネルへの在来からのアプローチ路線は、1985年から2004年にかけて、スイス全土にわたる鉄道改良計画ある。 バーン2000計画に合わせて改良が行われた。さらなる改良が提案されている。2004年11月には、ルート上に最後に残された単線区間を置き換えるロール川の谷野からロイクまでの7キロメートルの新線が開通した。鉄道の将来建設計画では、このローヌ河国における長い直線区間で、最高速度を時速1 6 0キロメートルから時速 200km に、 向上させることになっている。2011年6月9日、早朝、イタリア発ドイツ業の貨物列車から出荷し、第2トンネルのイタリア側高校から約3キロメートル入ったところで停車した。運転士は無事脱出し,し、人的損害はなかったが、鎮火までに12時間を要し、内壁が焼けただれた。6月11日から第1トンネルを利用した、単線で運転を再開し、 6月20日からは、ブリーク駅からシンプロントンネル内信号場までは複線。そこから、イゼッテ駅までは第1トンネルのみの単線運転で運行されていた。スイス国鉄は7月27日、予想より被害が大きいため暫定ダイヤを2011年12月11日の次期ダイヤ改正まで続け、 それ以降もトンネル老朽化に対する修繕工事を続けるため2014年まで合わせて3年半、間引き運転を続けると発表した。このうちトンネル復旧は1200万スイスフランをかけて11月18日に完了したが、さらに老朽修繕に1億5000万スイスフランの経費が見積もられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。